ビールによく合う信州グルメを求めて、今日はどんないいねと出会えるでしょうか。長野駅を出てすぐ目の前、美味しいと評判のお店に本日はお邪魔します。それでは今回も信州のいいねをいただき、山田さんが向かったのは長野市にある駅前スタンドゴールデン。長野駅から徒歩30秒の大人気のお店です。早速お料理の方をお出ししていただきました。とってもいい匂いですね。はい、こちら一番人気の牛煮込みでございます。お鍋でお肉が柔らかくなるまでじっくり煮込んでいるので、たくさんの方に召し上がっていただいております。お肉がホロホロで味がしっかりと染みていて、これはビールに合いますね。もうビールが一番合います。はあ、おいしい。続いて山賊焼きをいただきます。すごいいい匂いがしますね。自家製のタレに漬け込んだ鶏もも肉を1枚丸ごと揚げているので、とてもボリュームのあるおすすめのメニューでございます。味がしっかりと染み込んでいて、そして山賊焼きならではのこの大きさ、こちらの料理もビールに合いそうですね。美味しくて安くてビールに合う料理がたくさんある、また来たくなるお店ですね。長野駅から30秒という場所にあって、若い人から仕事帰りのサラリーマンの方まで幅広い世代の方にご利用いただいております。小滝さん、本日は気軽に楽しめる素敵なお店を紹介していただいてありがとうございます。それでは今日も信州グルメ最高。いつでも活気と笑顔にあふれ気軽に楽しめるお店、それが駅前スタンドゴールデンです。発売36年目、初のフルリニューアルをしたアサヒスーパードライは、飲んだ瞬間の飲み応え、瞬時に感じるキレの良さが特徴で、躍動感あるうまさが楽しめます。ご会長に合わせて全工事ラベルを数量限定で発売中です。信州の美味しいお料理、スーパードライで応援します。